はいどうも、バー&カフェ Y 店主の山口です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日作っていくのはスプリングフィーリングというカクテルです。3月に入ってまだちょっと肌寒いですけど、一足早い春の訪れを感じられるような一杯となっておりますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは早速作っていきます。動画ご視聴いただきありがとうございました。こちらがスプリングフィーリングです。すごいいい名前ですよね。本当に春っていう感じで、早速いただきます。お疲れ様です。シャルトルイのハーブの香りが、ちょっとシャルトリューズ使ってるんでですね、好き嫌いははっきり分かれるかもしれないですけど、シャルトリューズのハーブの香りと甘みですね、でレモンの酸味がキュッと引き締める感じで、非常に美味しいカクテルになってます。で今回使いましたのが、さっきから名前をちょこちょこ言ってるんですけど、シャルトリューズっていう、何度か紹介しましたかね。フランスの修道院で作られている、いわゆるモンクスリキュールと呼ばれるハーブリキュールの代表格の一本ですね。で今回はこちらのベール、いわゆるグリーンと呼ばれる方を使いましたので、ちょっとミント感とか、あとスパイシーさっていうのが結構ありまして、で、度数も55度ありますんで、割とちょっとパンチの効いた一杯にはなると思います。で日本だと春っていうとどうしても桜のイメージが強いので、やっぱ春にちなんだものってなると桜色、いわゆる薄いピンク色をしたものが多いんですけど、今回作ったこちらのスプリングフィーリングはですね、薄い、緑色ですね。でちょっとこのシャルトリューズの苦みとかがですね、春の若草をこうイメージさせるような一杯になってますので、バーなんかでは結構春先にこれおすすめで提供されるところも多いんじゃないですかね。で今回は標準的なレシピ、いわゆるサイドカー系のカクテルと同じ2対1対1っていうレシピで作りましたけど、これシャルトリューズをコアントローに変えればですね、ジンベースのホワイトレディっていうカクテルになりますし、で作ったんですけど、人によってはちょっとレモンの酸味が強いって思われる方もいらっしゃるかもしれないので、そういう場合は分量を調整してですね、例えばうちのサイドカー系のカクテルで使っている4対1対1っていうレシピでやってもいいですし、そっちの方が酸味と甘みが抑えられて結構ドライな感じには仕上がるんですけど、この辺はもうですねお好みで、自宅で作る際はですねお好みで調整していただければなと思います。とりあえず佐賀県は今週いっぱい、3月6日までで時短が解けそうなので、時短解けたからって言って、すぐにみんな飲みに来るかっていうとそういうわけではないんですけども、一応来週から通常営業ができそうなので、ぜひですね通常営業戻った際はお店に来ていただいて、こちらのスプリングフィーリングでちょっと春を感じていただければなと思います。ではまた次回何か作っていこうと思います。もしよろしければチャンネル登録、あとグッドボタンぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。